もしも3分だけ時間が止められたら、あなたは何をしますか？森谷さん？やだな、聞いてなかったの？ごめんね、ぼーっとしてて。私その本の作者の短編だけ読んだことあって。そうなんだ。長編も読んでみようかなって思ったんだけど、森谷さん、おすすめある？それは刹那の夢だが。なんて動けって。時間止めた。森谷さんがやったの？そしてバレてしまった。なんでわかっていうか、村上さん、なんで動けて。時間好きなだけ止められるの？3分くらい。3分か、短いんだね。わざわざ時間を止めてまで私の下着見たかったんだ。とんだ変態だね。違うんですってば。そんな、みんなに言っちゃおっかな。普段おとなしくて目立たない森谷さんは、女子なのに女子のパンツを見たがる変態だって。やめ、何でもするから。村上さんって何でも？あんな
な人だったの。何でもするんだ。意地悪っぽい。だけど、でもドキドキするほど綺麗。森谷さんに何してもらおうか。明日までに考えておくね。考えておくって。一体何言われるんだろう。森谷さんおはよう。あ、ごめんなさい。え？あ、おはよう。どうかした？森谷さん、まだ部活とか入ってないよね。うん、卓球部ってどう？部員少なくてさ。どうってよ、もう2年だし。関係ない、ない、割と緩いから途中でも心配いらないよ。よかったら放課後一緒に部室に来ない？素振り。なんでこの人毎日話しかけてくるの。こんぐらいのことで止めちゃうんだ。で、これから女子のスカートめくってみるの？しないよ。昨日は私のパンツ見てたじゃん。他の人にはしたことなくて、村上さんが初めてで。本当に？本当です。それはそうと。本当に止まってるよね、時間。夢じゃなかったんだな。夢であってほしかった。動けるの私だけ？多分。どうして私だけ動けるんだろうね。わかんない。それが分かってたら村上さんの時間も止めたいよ。森谷さんが時間を止めて、だけど私だけが動ける。それって森谷さんが私に興味持ったからじゃない？え？私となら同じ時間を共有したい、そう思ったんじゃない？つまり村上さんって。森谷さんは私のこと好きなんだよ。村上さんってわけわかんない。ところでさ、次の日曜日暇？誰かと出かけるのなんていつぶりだろう。森谷さん、ごめん、また？あ、いや、これからデートだから。え？デート？これ美味しい。ほら、一口食べてみて。落ちちゃう。ほらおいしい？うん、本当にここでよかった？森谷さん行きたいとこ行っていいんだよ。村上さんの行きたいところがいいから。本当に？遠慮しないでね。ねえ、あの子すごい綺麗ねえ。何かやってることかなのかな。そんな感じだよね。時間止めて逃げちゃいたい。あー、これ森谷さんに似合いそう。けどこれ森谷さんに買ってあげる。他の人と違くて、私の履いてるのと同じ。欲しくない？あんなにじーっと見てたじゃん。違う、だからパンツが好きなわけじゃなくて。パンツじゃなくて？村上さんといるとなんか。あ、そっか、これを履いてる私のことが好きなんだね。またそんなこと言う。楽しい、楽しい。他人といる時間が楽しいなんて私にも許されるんだろうか。
あれ、同じクラスの玉木くんと違うクラスの子だ。な、仲良さそうだね。付き合ってるのかな。いつの間にくっついたんだか。早く言ってくれればいいのに。え、それって村上さん、玉木くんと付き合ってた。もう彼女じゃなくなったみたいだけど。え、それ村上さんの知らないうちに別の子と。待って待って、行こう。でもいいの。だって村上さんと付き合ってたんなら玉木くんひどいじゃない。何か言ってやんなきゃ。別に大好きってわけでもなくて、あっちが付き合いたいって言ってきただけだし。だってそれじゃ村上さんの気持ちは。どうでもいいかな。村上さん、全部を諦めてるみたいに喋るのはなぜ。村上さんの気持ちがどうでもいいわけないよ。森谷さん、あ、違う。村上さんの言う通りかもしれない。森谷さんは時間を止めても私が動けるなって。村上さんと同じ時間を過ごしたい。それはつまり私のこと好きなんだよ。それからの数日間は毎日時間を止めてはクラスメートのちょっとした秘密を覗き見る日々。村上さんはみんなのことをよく知ってる。ちょっと詳しすぎないって思うくらい。ねえ、もうすぐ3分経つ？うん、秘密の時間って感じ。なんだかドキドキする。そうだね、私も同じ。ほら。え、あの、その、いや、柔らかい。この時間もっと続けばいいのにね。ナイス。いけ。マルコ、うちのチーム入って。いいよ。ずるい。村上さん、こっちに入ってよ。ベーダ、そっちバスケ部3人もいるじゃない。はるか1人で10人力でしょ。ずるいよ。村上さんはみんなに好かれている。森谷さん。あれ、どうしたの？なんで時間止めたの？あ、いや、その、無意識に時間止めてた。村上さんすごく動いてたからちょっと休みたいんじゃないかなって。うん、ありがとう。何考えてるの私。へえ、なるほどね。こうやると簡単に解けるでしょ。分かった、サンキュー。さすがはるか、私たちみんなの味方だよね。ほんと分かりやすい。森谷さん。ごめん、間違って止めちゃった。そっか。村上さんは私だけじゃなくみんなに好かれてる。せっかくだから止まってる間に教えてほしいんだけど。
いいけど、どこ？あのね、あの、何考えてるの？私。私が時間を止めたって、村上さんを独り占めすることはできないのに。デート中に下着売り場でパンツかぶったとか。何それ、はるか知ってた？ああ聞いたかも。やばいよね。なに森谷さん、わざとじゃない、わざとじゃないんだけど、あれおかしいな、なんか最近不安定で。不安定なのは確かだけど。なんで嘘つくの？あ、やきもち焼いてる？もっと私と喋りたくて。そんなんじゃない、やきもちなんて違うの、本当に偶然だから。そう、森谷さん。はい。もしわざとやってるとしたらやめた方がいいよ。やめた方がいいよ。村上さんの言葉が頭の中をぐるぐるしている。きっと村上さんは呆れてる。そう思うと怖い。何も解決しないまま何日か経って。先生、お腹が痛いんですけど。何してんだろ私、バカみたい。寝てる子いるから静かにね。はい。最近時間止めてないね。なんで？だって村上さん、やめた方がいいって。村上さんに嫌われたくないんだもん。私のせいにするの？違うよ。自分のしたいことを認めないとダメだよ。私のしたいこと？そう。言えないよ。どうして？言ったら嫌われちゃう。嫌われちゃう。じゃあ森谷さんの本当の気持ちは誰にも伝わらないままだね。そろそろ次の授業でしょ。体調戻ったら教室に。森谷さんの力で時間が止められるの3分くらいだったね。うん。今ここで私が森谷さんにキスしたら時間が動き出して先生に見られちゃうね。私はいいよ。森谷さんとキスしてるとこ誰かに見られても。体調戻ったら教室行きなさいよ。はい。
私たち付き合おうか。付き合う？付き合うなら私はもう森谷さん以外と話したりしない。その代わり、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 私のしたいことを聞いてくれる？森谷さん、中学どこだっけ？え？私？その…うちらと違う中学なんだよね。うん、そう、南中。へえ、南中ってあんまりいないよね。そう。あ、そうだ、最近流行りのリップ、やっと変えてね。いちごのやつ。ねえ、はるか、5時間目の宿題なんだけど。また、あんたたちはるかに頼りすぎ。ごめん、いいよ、ノート出すから待ってて。助かる。あ、じゃあ私も。みんなかい。時間を止めないで人と一緒にいるのがこんなに息苦しいなんて。村上さん疲れないのかな。もうやだ、このつけますぐ取れる。あんた顔触りすぎ。しかし、あの森谷さんだっけ、もう少しまともな返事できないかね。ねえ、せっかく話振ってあげてんのにすぐ黙っちゃうし、はるかも何考えてんだか。まあね、でも村上さんってもともと人にこびこびじゃん。あ、わかる。みんなにいい顔しすぎ。男子にも色目使うし。てか例のほら、担任の山口にもさ。触らせてるって話？あれマジ？やっぱそれで贔屓されてんだ。そうなってもおかしくないよね。モテるのは羨ましいけどさ、山口に目つけられたらやだよ。八方美人、因果応報じゃない？あ、これオフだからね。わかってるよ。はあ、そうだ、私が人とやっていけないって思ったのはこういうこと。仲良くないのに上辺だけ他人と一緒にいないといけないのが嫌で仕方なくて逃げ続けてきた。だけど逃げられない人は、例えば村上さんは、私よりもっと辛いんじゃないだろうか。はい、じゃあ始め。写真撮ってもらっていい？写真？私のことちゃんと見ててくれる？うん、見てるよ。村上さんのこと。好きなことしていいよ。誰も見てないよ、今だけなら。触れるとドキドキしているのがわかる。真面目な優等生の村上さんは
化したがってる。村上さん、服着ないと時間動き出しちゃう。村上さんはなんだか残念そうな顔をした。まるでこのまま見つかってもいいみたいな。明日も同じことやるのかな。村上さん。森谷さん、村上さん。小林ですが。ごめんなさい。いいよ。最近森谷さん、村上さんと一緒にいるもんね。同じ部活入ったりすんの？え？いや別に。そっか、じゃあさ、こないだの卓球部の話考えてくれた？卓球？そっか、こないだも部活に誘ってきたっけ。私スポーツ苦手で。平気平気、テーブルテニスって言ってね、他のスポーツと比べて入りやすいし、ここだけの話、我が校の場合は特に結果を求められる。また時間止めて逃げちゃおっか。まずは素振り、素振りからやってみない？ダメ、時間は村上さんに取っとかないと。今日は私の話聞いてくれるんだね。話しかけるといつもどっかに消えちゃうからさ、嫌われてんのかなって心配だった。ごめん、そういうんじゃなくて。よかった。いただきます。森谷さん、いちご牛乳だ。ちょっともらっていい？それって関節器。ありがとう。そのおかず美味しそう。一個取り替えよう。はいよ。なんだこのスキンシップ。ゆかりのタコさんウインナーかわいい。今日も兄弟お揃い。評判いいんだよねこれ。私も小林の妹になりたい。あんたの分まで作ったら大変だよ。女の子同士の距離ってこんなだっけ。そうだと思ってたんだ。実際どういう感じの人？ごめんなさい。何？村上さんだよ。なんか声かけにくいオーラあるじゃん。そういえばちょっとね、私もちゃんと話したことないかな。森谷さん仲良さげじゃない？きっかけとかあったの？別にそんな。言えない。時間止めてパンツ見たのがきっかけなんて。寂しそう。気のせいかな。はるか。あ、ごめんなさい。森谷さん、どうして時間止めたの？私と何か話したくなった？それとも…だったから。え？辛そうだったから。ごめん、そんな気がしただけで。たまにだけど村上さん、遠くを見る時があって、そういう時ってもしかして疲れてるのかなって。毎日忙しそうにしてたし。あ、そういえばこの間時間止めてる間に撮った写真、私そびれてて。いらない。森谷さんに持っててほしい。あれが本当にあったって忘れないように。はるか、いつの間に移動したの？え？今、机からピュってここに。何それ。行こう。あの時間が本当にあったって
忘れないように。森谷さん、具合悪いの？保健室行く？大丈夫。じゃあさ、外の空気吸ってこようか。ほら行こう。少し楽になった。酸素不足だったのかもね。進路調査なんて書いた？まだ何も。小林さんは？漫画家？声大きい。ごめん。誰にも言わないでよ。みんなは進学先とか書くんだろうけど、でも就活する前にワンチャンあるかなって思ってさ。すごいね小林さん。いやいやいや、我ながら安直だよ。今卓球もの書いてるんだ。部活やってて割とリアリティあるし。へえ、進路か。私は今日一日のことだってわからないのに。そこ落ちてんの進路の民じゃね？小林さんのだ。漫画家？マジ？見せろよ。小林さんってそうだったの？いいね、売れたら超勝ち組。大学書いてないし進学しないんだ。夢見すぎじゃね？森谷さん。付き合おうってなった時約束したよね。森谷さん以外の誰かと二人っきりにはならないって。ずっと守ってるよ。誰かと立ち話する時も他の子を引き止めたりして二人っきりにならないように。でも約束守ろうって思ってたのは私だけだったんだね。違うの村上さん、見て、私村上さんのことばかり考えてるよ。下着だって、お揃いの履きたくて、通販で同じの探して。本当だ、私とお揃いだね。やっぱむちゃくちゃだ。でも村上さんの笑った顔を見た私はただ嬉しくてどうでもよくなってしまったんだ。3分間、それが私と村上さんの時間。その時間がもっと長く続けばいいのに。制限なんかなく永遠に続けばいいのに。もうじき3分経っちゃう。時間が動き出しちゃう。大丈夫だよ。見て、全部止まったままでしょ。本当だ。時間が止まってる間は時間を刻むものだってない。本当は時間の制限なんてなかったんだよ。ああ、言われてみればそっか。そうだよね。じゃあ永遠に時間が止まったまま。そうだよ。ほら、波も星も砂も人も全部止まったまま。3分を刻む時計も止まったまま永遠に動かないの。永遠ってどんなことだろう。寂しい？村上さんとだったら。だけど現実には時間を止める力はだんだん弱まって、少しずついろんなことが散らばり始めた。廊下で下着見せたって。嘘でしょ。マジマジ、お前も見ただろ。お、確かに村上だった。はるかが？本当らしいよ。男子のいる廊下でいきなり見せたって。マジ？それじゃ露出魔じゃん。美人だから何してもいいんだよ。前から意味わかんないとこあったけどさ、もうさすがに引くな。担任の山口とできてるって噂もあったよね。キモ。どうしたらいいのかわからない。
On your mark。 昨日ありがとう。進路調査の紙拾ってくれて。漫画家なんて無理めなのは分かってんだけど、子供の頃からの夢だったからさ。変なこと聞いていい？ん？例えばの話なんだけど。何？言ってみてよ。大事な人がいて、自分の力でその人を守ってあげられると思ったんだけど、その力が使えなくなったとしたら。病弱な恋人のために医療費を払ってた王子様が破産しちゃった、さあどうする、みたいな。え、そうだね、例えるとそんな感じ。それってどうしようもないよ。王子様は正直に相手に言うしかないよね。あれ、身も蓋もなさすぎた。うん、ただね、その恋人はもしかしてお金の力しか必要としてないのかもしれない。え、何それ。だったら別れるべきだよ。金目当てとか最悪でしょ。あ、だけど助けてくれる部分もあって。そうなの？勘違いかな。どっち？王子様は恋人といると楽しいし、笑ってくれると嬉しいの。だから一緒にいたいって思ってる。おお、それさ、お互い必要としてて、要するに両思いなんじゃない？そうなの。王子様だけ無理しないで相談してほしいって思ってるんじゃない？それって村上さんのことだったり。え、違うの、例えばの話で。分かってるよ。でも嬉しいな、森谷さんが私に相談してくれるなんて思わなかったからさ。私もこんなにリラックスして話せるようになるなんて思ってもいなかった。それは村上さんと過ごせたから。村上さんに言わなきゃなんないことがあって。聞きたくない。待って、村上さん、時間止める力なくなっちゃうかもしれない。前みたいに止められない。止められる時間も少しずつ減ってるの。じゃあもう二人で好き放題できなくなっちゃうんだ。ごめん。森谷さん、上履きのままだよ。あ、だって村上さんが急に走り出すから。時間が止められるうちにさ、形に残ることしよう。二人で。相川さんたら、ここ間違って写してる。直しといてあげよう。バレちゃうんじゃない？どうかな。相川さん割と大雑把だし、気づくかは五分五分。おお、ついでに前の席で居眠りは目立つから注意。ちょ、何して。書いちゃった。それから村上さんは特に変わったことをするでもなく。ちょっと誰よこれ。何、手帳に変なこと書いてある。パスワード、誕生日だと彼にロック開けられちゃうよ。何これ。こんなことに何の意味があるのかわからない。教室で服を脱いだり、見つかるようなメモを書き残したり。正解だ、よく覚えてたな。では次の課題だが。な、今肩に触ってたろ。村上嫌じゃねえのかな。廊下で下着見せたくらいだし平気なんでしょ。なんかもともとエロいしな。やだ、聞きたくない、知りたくない。俺は知らねえって。隠すなよ玉木、村上さんと付き合ってたろ。なんかさ、付き合ってても俺のこと好きみたいな感じじゃないし。森谷さんは私のことどう思う？いきなりキスしたり、下着見せたり、付き合おうって言ったり、教室で服脱いだり。正直森谷さんも思ってるんじゃない？ひどい。私は私なりに人の望みを聞いてきたつもりなんだ。宿題見せて、ここ教えて、これを運びに来い、付き合ってほしい、予定変わったんで会わせてほしい。全部聞いたところで結局こんな評価。森谷さん、私が時間止めてほしいって言っても、どうしてとかどういう意味とか聞いてこなかったよね。わかるよ、誰も本当の私なんか知りたくも興味もないってこと。そうだ、知りたくない。
村上さんの本当の姿なんて。ちょっと意地悪だけど実は優しい。優しいと思ってると急に冷たくなる。冷たいと思ってると今度は知りたくないけど、それじゃあ村上さんを好きなことにはならない。私は村上さんのこと知りたい。村上さん、私村上さん家に行ってもいいかな。迷わなかった？うん、大丈夫だった。お邪魔します。遠慮しないでね。今日夜まで私一人だから。飲み物、紅茶、ダージリンでいい？うん、ありがとう。私がいない間に変なところを見たりしないでね。誰かの部屋に遊びに来るの、いつ以来だろう。村上さんの部屋、いい匂いがする。変なとこ触ったりしなかった？してない。本当？ベッドとか。見てません。今日来たのはね、村上さんとゆっくり話したいっていうか、今まで時間を止めてる間くらいしかちゃんと話せなかったし、もうちょっと村上さんのこと知りたいなって。森谷さん、ん？こっちおいでよ。ほら、森谷さんがしたいことしよう。していいんだよ。わかんない。私にはこんなことが村上さんのしたいことだと思えないよ。なんでこんなことするの、村上さん。なんでって。これが森谷さんのしたいことだからだよ。私の、どういうことだろう。そうでしょ。それってもしかして、森谷さんのしたいこと。村上さんは相手のしたいことしか考えてない。怖い。聞きたくない。でも村上さん、なんで私と付き合おうなんて思ったの？もしかして村上さんは。私が付き合ってほしそうだったから付き合おうって言ったの。ちょっとごめん、親帰ってきちゃった。忘れ物したって。私がいない間に変なとこ見たりしないでね。ベッドの下とか。見たりしないでね。
の子が好きなのはこれ、この子が好きなのはあれ、あの子が好きなのはこれ、この子が好きなのはあれ。じゃあ夕飯は大丈夫よね。うん、平気。お母さんこそちゃんと食べてね。はいはい。全校生徒と先生の名前、裏は誕生日、血液型、好きなもの、嫌いなもの、喜ぶこと、これを全部覚えてその通りにしてあげるって。そうだよ、森谷さんの見た。森谷美鈴さん、ずっと一人で本を読んでいるのは人と話すのが苦手なだけ。優しく話しかけてくれる人をすぐ好きになる。違う、本当は人のことに興味津々なのに踏み出せないだけ。優しくしてくれるなら相手は誰だって構わない。自分だけがその子を分かってあげられる。秘密を共有する仲っていうドキドキできる材料があれば、それが女の子同士ならなおいい。相手が誰だって。やめて、私はそんなんじゃ。私の周りにいる人はそうだった。友達とか仲間っていうのはクラスでヒエラルキーが高くて、自分を着飾って強く見せるための道具でしかない。違う、みんなが求めてるのは優しくて甘えられて、嫌な顔しないで手伝って、言われたくないことは言わず何でも聞いてくれる、そういう村上遥だから。それじゃあ村上さんの気持ちはどうなるの？村上さんだって自分のしたいことあるはずでしょ。見てみよっか。村上遥、誰からも好かれたいと思ってる。誰にでもいい顔をして誰にも嫌われない。そしたらね、もうこの子には何にもなくなってた。今日のことを全部見なかったふりすれば、明日からも内緒の両思いの二人でいられるよ。村上さんは誰のことも何も好きになれなくて、時間が止まっている3分の間さえ何がしたいかわからない。それで村上さんはいいんだろうか、わからない。それは私みたいな他人が理解できるものなんかじゃない。誰だって他人を本当に理解することなんてできない。だからそれでいいの？わからない。だけど私たちはしっかりと手をつないでいる。だから、逃げられないよ村上さん。私、森谷美鈴と村上遥は時間を止めて二人で好き勝手なことしてました。みんなの持ち物に落書きしたり、浮気した玉木くんにパンツかぶせたり、教室で制服脱いでみたり。何言ってるの森谷さん、そんなこと言っちゃったら私たちもう。私たちもう何？続きを言ってよ村上さん。
私のこと止めなかったよね。なんで？本当の村上さんも、みんなに本当の自分を知ってほしい。本当の自分を見つけてほしいから。他人に合わせたせいで村上遥には何もなくなった。したいことなんて何もない。嘘だよね、それ。嘘。すっごくわがままなくせにさ。そんな自分を誰かに見つけてほしくてたまらなかったくせに。うるさい。有谷さんに私の何がわかるの。村上さん、よく知りもしないくせに私の気持ち勝手に決めつけて。そんなの私だってよくわかんないのに。はるかちゃん、美人さんだからこういうのが似合うね。ありがとう、おばさん。私、毎日でも来たいな。私だってわかんないよ。けど、村上さんの単語帳に書かれたことだけが私じゃないから。村上さんも同じでしょ。わかんないのは同じなのに、自分のことを棚に上げて他人だけ簡単に評価するなんて。うるさい。森谷さんなんてみんなと同じ世界が怖くて自分だけの世界に逃げてたくせに、傷つくのが怖いくせに。村上さんもだよ。自分の痛いところを突かれると傷ついて。うるさい。自分の行動を他人のせいにすれば傷つかないと思ってる。本当は自分で選んでるくせに。廊下でスカートを上げるのも、学校で服を脱ぐのも、全部私が望んだからやったって。村上さんがやりたかったことを私のせいにしてるだけ。違う、私は。周りからはみ出さないで、求められた人格をちゃんとこなして、いい子で誰にも嫌われない。私もそう思ってた。そんな子じゃないと誰からも好きになってもらえないの。私は誰とも仲良くならない代わりに嫌われもしない、自分の世界に閉じこもった、何の努力もしないで。でも村上さんは努力してた。責任転嫁するし、わがままだし。だけど、いい子であろうと努力する。手に届く限りで人のことを知ろうと努めて、周りの輪を崩さずにつなぎ止めようとする努力。村上さんは逃げずにそれを引き受けてきた。私、尊敬する。村上さんが大好き。そっか。私が森谷さんの時間の中に入れたのは、森谷さんと同じ時間を共有したかったからなんだ。私の方が先だもん。森谷さんのこと好きなの。あなたのことが大好き。何ヶ月か経って、私の時間を止める能力は消えた。もう面倒なことがあっても前みたいに時間を止めて逃げることはできない。自分以外の人たちのいる世界に入る努力をするようになった。辛くないと言えば嘘になる。大勢の中で私は一人の人間になる。妬んだり妬まれたり、誤解したりされたり嫌われたり、あるいは別に何とも思われなかったりする。でも私はそれでも大丈夫なんだ。だってこの世界には好きな人がいるから。
しまうよね。途切れてく会話虚しいよ。それは刹那の夢だが、二人にとって確かに実在した時間。